Welcome Hello My Home 不動産業界のヒカキンこと大津社長です。このチャンネルでは不動産やビジネスについて発信していくチャンネルです。ぜひ登録お願いします。では今回は2022年おすすめの副業月5万稼ぐというね、すごいそういうテーマでいきたいなというふうに思います。私これ不動産投資のチャンネルなんですけども、不動産投資しようと思っても結構金いりますよね。まあ、一応ね、僕が一応言ってるのはね、500万ぐらい貯金ないとぶっちゃけしんどいんちゃうかって話をしてて、皆さん500万貯金ありますか？ない人多いんじゃないかなという気もしてます。でこれから貯金しようと思ってもなかなか給料って増えなくないですか？給料増えない中貯金しようって結構無理ゲーっすよね。ってことはね、やっぱりね、副業して稼ぐっていうのは結構現実的な選択肢になってくるかなというふうに思います。なのでね、まあ、今後でどうなるか分かんないし、不動産投資するにも株式投資するにもね、まあ、老後2000万とか言われてるけど、まあ、今副業するって結構増えてきてるんで、まあ、全然ありかなというふうに思います。ただ YouTube とかで副業って検索すると、まあ、いっぱいありますよね。よくね、この動画の広告にもね、スマホ1本で副業で月100万円とかさ、アホなこと書いてあるんですが、そんな大抵 99.9% は詐欺じゃないですか。で、あとまた人気 YouTuber の人ね、まあ、有名なね、なんとか学長とかね、いるじゃないですか、そういうマネー系のサイトする人、まあ、ブログ書けとか、YouTube やれとか、背取りしろとか、結構ハードル高くないですか。大変失礼なことで申し訳ないですけど、うちのチャンネルの視聴者って、平均的な視聴者層って、まあ、僕と同じで、頭も悪いし、金もないし、もうなんかどうしようもない人が結構多いかなというふうに思ってます。で、そんな人でも、月5万稼ぐにはどうしたらいいのかっていうのを、不動産屋がもう月5万誰でも稼げそうな副業っていうのを、比較的ハードルが低く稼げるっていうのをちょっと考えてみたので、紹介したいと思います。3つだけ紹介したいと思います。最後が一番おすすめです。1つ目が、エアコンですね、エアコン。まあ結構不動産屋なんで、エアコンよく手配とかすると思うんですけど、エアコンの取り付けって、単価だって1万5千円ぐらいでやってたり、クリーニングでも7、8千円とか1万弱取れたりします。まあ当然ね、エアコン取り付けるでも、電線のとことかね、原価もかかるんですけど、手取りすると1万円近く手取りが入ってくるのかなっていうふうに思ってます。あと結構美味しいのは、古いエアコンって、まあもらえますよね。古いエアコンで実は結構売れるんですよね。古いエアコンで多分ね、金属屋さん持ってったら2、3000円で買い取ってもらえるんで、まあそういうのも含めると、まあ一回うまくいったら1万2、3000円にはお金にはなったりするのかなっていうふうには思ってるので、まあ結構比較的単価が稼げて美味しいかなっていうふうに思います。YouTube でエアコン取り付けとか検索したら結構細かく載ってますので、まあ僕はできないんですけど、そういうか結構手先が器用な方であれば、まあ、全然やれなくはないんじゃないかなというふうに思ってまして、まあ、動画見てみて、これ実際自分の家でやってみるとか、自分の家でエアコン買ってつけてみるとかして、あ、ちょっと無理だなと思ったらやめてみたらいいんじゃないかなというふうに思います。あと肝心のじゃエアコン取り付けできるようになったからって集客どうするのかってことなんですけども、暮らしのマーケットとかそういうアプリとかそういうあるので、ご近所ワークスとかそういうのあるんで、そういうサイトに登録すれば結構それで仕事来たりするので、まあ、そういう感じで全然いけるのかなっていうふうに思います。だいたいサイトが出てきて 25% か 30% くらい取ってくるんですけど、それでもだいたい1万弱は残ると思いますので、全然副業としては月、まあ、5万ってことで5件いけばいいので、まあ、全然そんなに難しい話ではないのかなというふうに思います。1回多分 1,2 時間でね終わると思いますので、例えばね18時に仕事終わるとしても、まあ、頑張ったら1日2現場とかいけると思いますので、そういう意味では結構現実的にまあ5万どころか10万ぐらい稼げるんじゃないかなというふうにも思います。だから資格としてね、電気工事士の資格を取らなあかん、正式は取らなあかんので、まあ、ちょっと勉強しなあかんというところがちょっとハードルが高いかなというふうには思います。まあ、他にもね、暮らしのマーケットとか使ってね、まあ、ハウスクリーニングとかね、掃除頑張るとか、そういろいろ稼ぎ方ともあると思うので、まあ、一つのやり方かなというふうには思います。では、その次いきます。二つ目がポイントサイトです。ポイントサイトで、前もちらっと紹介したんですけど、不動産投資の会社とか面談すると、一回4万円とか3万円とかもらえる会社結構ゴロゴロあります。で、私もサラリーマン時代に、そういう不動産投資の会社と面談して、結構お金多分結構2、30万結構荒稼ぎしました。で、源泉徴収とかが必要なんですけども、いや、ちょっと、不動産と投資興味あるんですよって不動産会社と面談したらお金もらえるんで、これ結構美味しいんで、結構数件回ったら軽く5万ぐらいいくので、誰でもっていうかその、ね、やり方はもう面談してお金もらうだけなので、ただあんまりにも態度が悪いとお金もらえなかったりすることがあるんで、ちょっと本当に真剣に検討してるような感じをオーラを出しといたらお金もらえるんで、ちゃんと話を聞けばもらえるかなと思います。
ただね、これは上限があって、不動産投資の会社もお客さんだ、お客さんになりそうな人しか合わないので、源泉徴収、昨年の年収が500万以上という一つの基準になってくるので、昨年の年数が残念ながら500万届かない方っていうのは、ポイントサイトを使ってお金もらうってことはちょっと難しいかなと思う。中には400万でも OK とかね、あとエリアが限定したりしますね。東京都内に住んでる方とか、そういう限定条件とか、関西の限定とか、その会社にとって会いたいと思う人じゃないと、条件に引っかかってこないので、そこら辺がネックになってくるかなっていうふうには思います。あと残念なことに、このサイトはね、結構やりすぎちゃうと、もうすぐ、それ以上できなくなってしまうってところが、ね、数が限られてしまうとか難点かなと思います。他にも、そのサイトでは、まあ、リンク貼っとくんでよかったら興味があれば使ってほしいんですけども、証券会社の口座を作るとか、クレジットカードの口座を作るとか、そういったことでポイントもらえますので、それを現金でお金買えることができるので、まあ、月5万ぐらいは軽く稼げるんじゃないかなというふうには思います。だからね、年収500万いかない方っていうのは、初めはそういうの証券口座とか、銀行口座とかクレジットカード作ったりとか、はたまたアンケート回答するともあるので、そういうことでやったれば、まあ、数万円も稼げるんじゃないかなというふうに思ってます。では最後ね、一番おすすめの仕事ですね。深夜ね、女の子とドライブする仕事ですね。それでお金もらえるんですよ。めっちゃやりたくないですか？で、どんな仕事かって、デリヘルとか、グーズクのドライバーっすね。結構意外にね、深夜の仕事なんで、なかなかあんまやりたい人いなかったりとか、まあ、お店の人がやるケースもあるんですけども、まあ、お店の人はお店で、お店の中の仕事もやんなきゃいけないので、ドライバーだけ外注してるって会社が結構多かったりします。まあ、ケースバイケースで自分の車持ち込むケースもあったりとか、お店の車運転するケースもあるんですけども、時給が多分1000円ちょっとぐらいもらえるんではないのかなというふうに思います。まあ、女の子とね、無夫婦な感じでね、仕事できて楽しいんじゃないかなというふうに思ってるんですが、まあ、いろんな人の話を聞いてみると、若い男性って結構採用されないんですって。まあ、人困ってたら採用されるかもしれないんですけども、そう、風俗のドライバーとかって、まあ、女性とかの方が、まあ、お店としてもなんか変なことされないから安心じゃないですか。ベストは女性。女性だったらお店は即採用だと思います。間違いなく。で、男性だと結構採用されにくいんですけど、若い男性よりもおっさんっすね。若い男性だったら、万が一女の子とそういう関係になったりしたら、お店からすると結構ややこしくて困るんで、まあそういう意味では、おっさんと女性ですね。女性にはすごくおすすめの仕事じゃないかな。採用される可能性が高いんじゃないかなと思います。2022年おすすめの副業としては、エアコンの取り付け、2つ目がポイントサイト、3つ目が風俗のドライバーとね、バリエーション豊かで、まあ、頑張ったら誰でもできるんちゃうかというようなね、仕事を紹介させていただきました。まあ、参考になったなと思った人、何無茶なこと言ってんのこいつと思った方は、ぜひチャンネル登録していただければと思います。